カリーニョは、スペインガリシア州は、コルーニャ県のムニシピオ、コマルカドオルテガルに属する。1988年オルティゲーラより分離、ガリシア州の313番目の自治体として、創設された。ガリシア統計局によると、2010年の人口は4530人で、ある。住民故障は、カーリーンズ、エサ。 カリシア語話者の自治体人口に占める割合は95.22%。カリーニョはアコルーニャ県の北東部に位置し、コマルカドオルテガルに属する。北は大西洋、東はリアでオルティゲーラに面し、南はオルティゲーラと西はセデエラの各自治体と隣接。自治体中心地区はカリーニョ教区のカリーニョ地区。カリーニョはオルティゲーラ四方管轄区に属す。 1988年1月21日、オルティゲーラから分離、自治体カリーニョが創設された。自治体表議員は、ガリシア民族主義ブロック、4、ガリシア国民党、4、ガリシア社会党、3となっている。カリーニョは5の教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。ABC イネ、ハット AB。 ディースヤナー・ジー・グラフコ・エレストロドで、ガリツヤ・ボリューム6、P196 から203、ジゲル・プブラケーションス、2009、ISBN 978から8461358168、オーティギラ、パルティード・ジュディシャル・ナンバー・9でデ・コルニア、コンセホ・ゼネラル・デ・ロース・プロクユ・ドース・デ・エスパーニャ、2011年5月27日、閲覧。 パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプル A1 デエネロスペイン内務省2011年地方選挙結果ありがとうございます